ま聞こえんけどシーンっていう音でですね、それでスピーカーが壊れてアンプが壊れてとうとう途中で失敗しました。まあそんな思い出がふとちょっとあったもんだから、いやこういう古い話はどうかなと思ったけども、あえてさせていただきました。そしてそれから私も少しずつそんなことを勉強しながら皆さんの放送の駒遣いをさせていただきたいです。ありがとうございます。懐かしい話ありがとうございます。ターンテーブル